現実に馴染めない奴はそのうちその現実に淘汰される。そんなの誰でもわかる常識だろう。なのにうちの兄弟姉妹にまだ見栄を張ってる奴が何人もいる。そんなつまんない生き方をしてりゃ歳月が苦になってくだけだってのに。武器を撃つ鍛冶師はな、そいつで流れる血まで背負わなきゃいけないんだ。儀式が受け継がれてく理由は儀式自体に何か意味があるからじゃなくて、それが人に与える意味の中にあんだよ。演出には実りがあって願いも満たされる。しかも私好みのストーリーになってると来たもんだ。喜んで参加するに決まってんだろ。この剣でお前たちが生きる価値をその肉体ごと切り裂いてやる。グレアちゃん、しっかりしなさい。全てが異常値を示してますが、これでは原因が分かりませんわ。竜族の治療記録は見たことがないわね。